帝国ホテルのディスプレイですす。ね、を撮った作品になりますこのようにテーブルのですね、その当時の模様が再現されているディスプレイなんですが、その部分のですね、このグラスですね、このグラスに着目をして撮影をしました。漢字とするとですね、このように見えている状況下でですね、 写真に撮るとどのような感じになるのかを見ていただきたいと思います。こちらが写真で実際に撮った作品ということになります。絞りが11シャッタースピード250分の1秒ということですね。絞りが11なのである程度絞っていますのでお手前のですねグラスからその奥のフレーム窓枠ですね。この窓枠にまでピントがある程度来ていると。 いうことですね絞りをある程度絞ることによってこのようなピントの感じが出るわけです。これ 62mm という焦点距離なんですが APS サイズなのでおよそ 100mm の焦点距離ですね 100mm の焦点距離で撮ってますので純望遠ということになりますかね。そのレンズの焦点距離で撮ってますので比較的重置に絞ってもまあ少しはボケているということになりますが。 メインの被写体のグラスにはピントが十分に合っていて奥に少し緑が見えていますこの緑をある程度出すことによってですね背景の色調を加えているということです 今回の場合のですね作品のテーマということで説明をするならばですね、その大きなフレーム、写真のフレームですね、このフレームの中のさらにもう一つのフレームということですね。それともう一つは、今回のデザインですよね。このデザインがですね、帝国ホテルをデザインしたフランク・ロイド・ライトのデザインですから、まあ、このようなま四角い キューブ型のですね、イメージというんですかね、こういうようなデザインがされています。まあ、ということを意識しながらですね、あえてシルエットにすることによって、このような表現になったということです。まあ、露出を補正してないのになぜ、その、なったかということなんですが、これはスポット速攻でですね、えー、奥の方に露出を合わせているので、このようになっているということですね。ですので、通常の露出の速攻であればですね、もっと明るくなってしまうんですが、 このハイライトの部分で露出を測ればですね、このような露出にすることができるわけです。写真のですね、重要な要素という部分なんですがいかにですね、対比をして表現するかということですね。対比というのは何かというとですね、割合なんですね。今回の場合はですね、その真ん中にあるグラスを強調したいわけですからこの時にですね、例えばですね このように撮る方法もあるんですが、このように撮るよりもですね、ハイライトにポイントを持っていきたい。この場合ですと、ハイライトの領域が当然画面の構成が違いますから、ハイライトの領域が増えますね。となりますと、ハイライトの部分のですね、イメージよりもですね、グラスそのもののイメージになりますね。ですので、今回のイメージとすればですね、むしろ周辺に黒い部分、シャドウの部分を 多く出すことによってですね、ローキーな印象を与えたいというのが今回の作品の目的であったということになります。ですので、このローキーな印象が与えるイメージ、これがですね、だいぶイメージとして効果的になるということが言えると思います。まあ、要するにこの対比ですね、黒の割合に対しての白の割合ということが重要になるわけですね。 それではもう一つ別のケースを見ていただきたいと思います。こちらも明治村場なんですが診療所の移区をされてこのようにディスプレイがされています。室内はこのような形で映っています。今狙っているのはこの窓から覗いていたわけですからこの部分を狙っているということになります。まあ、ちょっと動画で見るとですね何を撮るのかというのが見えてこないと思うんですが 出来上がった作品がこちらになります。一眼レフで撮っていますので、まあ、絞りの効果も全く違ってきてますね。そしてこちらは 35mm のフルサイズです。Mm、のフルサイズで撮影をしていますので、まあ、ボケ味がまた一段と強調されています。データを見ていただきたいと思います。 データは、mm、ののレンズを使っています。そしてマイナス1の補正をして撮っているわけですけどもこれは評価速報で撮影をしていますのでマイナス1の補正をしないとですね周りの影響がありますので少し露出がオーバーになってしまいますよって今回はマイナス1の補正をしたわけです。まあ、薬瓶 ですね、手前にあった薬瓶がかなりボケているので、まあ、薬瓶らしき感じが出ているというレベルですそして奥もですねかなりボケています、まあ、このようにピントが一点にしか合わないという85の1.4の開放を使ってですね表現することによって、まあ、この前後ボケという感じですねそのボケの感じそしてもう一つはですね 先ほどと同じようにフレームの効果ということになりますね。周辺を暗くしてですね、この横位置の構図の中にですね、縦位置の要素を入れてきたということになります。写真そのものはですね、このように横位置なんですが、写真の成り立ちはですね、まあこの真ん中、やや左寄りにあるですね、この縦のフレーム こちらにイメージがいってますね。ですので、横位置でありながら縦位置の要素を持っているということです。まあ、こういう表現方法、割とよく使われる表現方法ですので、まあ通常で言えばですね、奥の部分の竹でできた棚にですね、ポイントを持ってくるなら縦位置で取るのが標準的な考え方だと思うんですが、 まあ、隣の部屋の明るい部屋に露出を合わせることによって手前側の光があまり入っていない部屋の方はですね当然シルエットになるということですね。この露出の軌道をうまく利用してあげるということも重要かと思います。そしてピントも合わせすぎないということも重要ですね。最小点距離にすることによってですね。 そのクローズアップしたものが非常に目立ってくるということですね。ましてやですね、この白いバッグの中に赤と緑ということになりますのでこの位置もですね、フレームに際しては気にして撮影をしているわけです。これがですね、花が他のものと被ってしまうとですね、独立して見えませんのでそういった部分もですね、この中に収めるというふうに意識をして撮影をしているということです。 このように見てきていただくとお分かりのようにフレームの中にもう一つのフレームを作るということによって二段階的にですね視線を誘導していくということなんですねシャドウの部分とハイライトの部分の落差があればあるほどですねその効果はより倍増していくということが言えます技術的な割合が落差がないとですね もう一つポイントが甘くなりますので周辺を暗くした上でハイライトの部分を入れるというのが一番効果的ですから今回のような作品の撮り方に準じた撮り方をしていただくといいと思います。